おはようございます、えー、今日の話は意識しない力という小林博之さんの本の中から余計なことにとら,とらわれないためにはという話です、えー、ここで一つ余計なことをやどうでもいいことにとらわれないための大切なポイントを紹介しますそれは選ばないで済む探さないでいいようにしておくことです選ぶセレ,セレクトあるいはサンといった行為が 人間にとってかなりの大きなストレスになっているということをご存知でしょうか。えー、まあいろんなですね選ばなければならない機会というのはですね、えー、人間にとっていろんなストレスになってくる。でこういうことが積み重なって、えー、心身を乱すストレスの要因になっているというんですね。でまあそういう迷いや焦りが私たちの仕事やスポーツなどのパフォーマンスに微妙な狂いや乱れをもたらしている。 だから仕事やスポーツなどで、いつもの通りの自分らしい高いパフォーマンスを発揮するには、日常の細々したことをです、ね、選ばないで済む、探さないでいいようにしていくことが非常に大事だと。でアメリカの前大統領、バラク・オバマさんはです、ね、雑誌のインタビューで次のように言っています。毎日起こる小さな問題に無駄な時間を取られないようにしないといけません。私はいつもグレーかブルーのスーツしか着ないことにしています。選択肢をわざと狭めていいんです。 私にはもっと重要な決断が他にたくさんあります。何を着るか何を食べるかといった些細なことを決めるのにエネルギーを使いたくないんですという話なんですね。小林さんも自分は挨拶は必ず白に決めているというふうに書いてあります。でおそらく皆さんの中にはそんな小さなことをどうでもいいんじゃないかと。 いいいうふうふに思ってるる人もいるかもかしれませんしかしですね選ばないで済む状態探さなくてもいい状態にしておけば何もわざわせることなく気を使わなくてもオートマチックにことが進んでいきます進んでいくわけですねいわばいちいち意識しなくてもいつも通りスムーズに体が動けるようになる、まあ、そうしてこういうですねいちいち意識をしなくても心や体がいつも通り動く状態を日常の生活の中でたくさん作っていくとだんだん自分の中の 無意識のが目覚めていいくととうことなんですねだから一流のアスリートやビジネスパーソンには自分の持ち物やそれから日常の生活動作に対して意識しなくて済むように自分のルールをルーティーンとして細かく決めている人が多いとそして例えばですねイチロー選手これはですね毎朝カレーを食べると有名ですよね今はそうめんでそうですね あるいはそのルーティーンがネクトバッターボックスに行く前の17のルーティーンがあると言っていますあるいはスティーブ・ジョブズは黒のタートルネックと、えー、そういうふうに決まっているわけですねですから、まあ、そうすると自然体になっていくということでパフォーマンスが発揮できるということですじゃあ今日これで終わります